では続きまして光月先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。循環器内科光月です。僕の方からは、造影材料をいかに減らす工夫をしているかというところでプレゼンをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初なんですけども、アンケート一つ目で今答えていただいていると思うんですけども、やはりまだまだ OCT 普及してないっていう中でどういうことでが障害になっているのかという質問を最初に出させていただきました。そしたら今の途中経過で構いませんので結果の画面に書いていただけますでしょうか。変わりますでしょうか。アンケートの方こんな感じですね。ありがとうございます。これで造影材料が増えるからというのがゼロであればもう僕のプレゼンはいらなくなっちゃうんでドキドキしてましたけども、やっぱり造影材料が増えるっていうところがほとんど多くの方の OCT を敬遠する理由になっているというのは間違いないことかなと思います。ではスライドに戻してください。じゃあ実際本当に OCT ガイド PCI で造影材料が増えるのかっていうところなんですけども、いろんな論文があるんですけども、おそらく一番エビデンスレベルが高いものとしてはこの日本で行われたオピニオントライアルというものがあると思います。このスタディ自体は IBUS ガイド VS OFDI ガイドで PCI を行って名数イベントを見てます。でそれに関しては比例性が証明されて OFDI ガイドはIBUS ガイドに対して比例性であるというのがメインのリザルトにはなるんですけども、じゃあ造影材料はどうだったのかというのが結果の中に出ております。見ていただきます通り、OFDI ガイドは IBUS ガイドに比べて優位に造影材料を増やしたという結果になります。これはもう事実としてもう論文化されていることであります。じゃあ本当に増えるのか、増えるという結果が出ているわけなんですけども、じゃあこのスタディをちょっと詳しく見てみます。まずこのスタディが行われた登録期間がですね、2013年の6月から2010年7月結構前なんですね。さらに参加施設ですね、こういう42施設、日本の名だたる施設が入ってます。今でこそ OCT ガイドをたくさんされている施設もありますけども、この当時かなり IBUS ガイドをほとんどされた施設が入ってたというのがこのスタディの実際になります。実際当院でのこの経過を見ていただいても、この2012年13年ってそこそこ造影剤使ったんですけども、この6年間でもかなり減ってきているというのが実際の我々の施設の経験になります。つまり普通にやってれば IBUS ガイドに比べて OCT ガイドで造影剤が増えるんですけども、いろいろ経験を積んでさらにそれを工夫することで造影材料というのは必ず減らせるということを我々は考えております。じゃあどうやって減らすのかってところなんですけども、まず造影材料どういった計算式で出るか、これは小学生でもできる計算になると思いますけども、1回の OCT の撮影で必要する造影材料かける造影回数が当然造影材料になってくるということになりますので、この式からですねそれぞれを減らす努力をしていけばいいかと思います。まず造影回数を減らすっていうところですけども、そもそもこれまでの PCI の常識っていうのを一回考え直した方がいいのかなと思っております。その確認造影ですね、本当にいるのかっていうのをもう一回考えてみると、その最終造影って本当にいるのか、これどういうことかってことなんですけども、 IBUS ガイド PCI、 僕も研修医の頃 IBUS ガイド PCI をずっと行ってました。そこで教えられたやり方としては、おそらく多くの施設こういうやり方じゃないかと思うんですけども、全拡張を行った後造影を行って問題がないことを確認した上で IBUS を見ると、でステントが必要であればステントの留置の位置であるサイズを決めてステントを留置すると、でその後に再度造影を行って問題なければ IBUS を引いて、で問題なく終われるってなればワイヤーと IBUS を抜いてニトロを置いて最終造影をすると、こういった流れでですね、造影を行ってくるというのが多くの施設でされている PCI かと思います。IBUS ガイドで慣れている施設で OCT ガイドに切り替えた場合、当然この IBUS の部分が OCT に切り替わるわけなんですけども、 IBUS と OCT の一番大きな違いは OCT で造影剤を使うということになります。ですので造影の回数がもう単純にこれだけ増えてしまうということになります。そこで考えるのが、ここの造影って本当にいるのかなっていうところを考えていただけたらいいかと思います。OCT でそもそも造影をしますので、そこで一緒にできないかと。そうすると回数は減らせるわけです。ただやっぱり必要な場合はありまして、例えば高度切開下でバルーンをぐーっと高圧で広げていって、インデントが取れないところでプチッと広がった。こうなると、パーフォレーションのリスクっていうのはありますので、当然すぐにテストはしないといけませんし、バイファケーションリージョンに潰れそうな側視があるところで先頭を置いた後、当然やっぱりその側視がどうなったかって気になりますので、そこはチェックする必要はありますけども、そういうシチュエーションじゃない、ほとんどのシチュエーションはそういうシチュエーションじゃないと思うんですけども、そういったところに関してはその後で OCT を取るので、そこで造影をするということで造影回数を減らせると。さらにこの最終造影ですよね、これもですね、例えばダック
屈曲の強い血管であればですね、ワイヤーと OCT が入っていればアコーディオンでちゃんと真下まで見えないとかフローが悪くなったりってこともありますし、あとは治験に入っている症例であれば QVA っていうのを厳密に後でしないといけませんので、そういった症例ってのはやっぱり全部抜いた後の撮影っていうのは必要なんですけども、そうじゃない場合、日常の通常の PCI の症例においてはですね、この最終造影っていうのを OCT と一緒にするということも、必要があれば、特にそれまでの過程で造影材料が増えた場合っていうのはこういったことを行うと。まあそうすることで造影をする回数っていうのを減らすという工夫ができるんじゃないかなと思っております。次にこの両方を一気に増やす要因っていうのが一つあります。皆さんこんな OCT を取ったはいいけどこんな造影だったっていうことご経験ありますかね。そしたらアンケート、次の2問目のアンケートに書いていただいていいですか。これも2問目でお伺いした内容になります。全然見えなかったという経験どれぐらいあるかということで、やっぱり 77% の方が時々あると。で、めったにないって人はやっぱり20、この方はかなり OCT に慣れてる方々だと思います。やっぱりこの7割から8割ぐらいの人は時々こういった経験をすると。まあそうすると非常に多くの造影剤を無駄に使うということで、やっぱりちょっと造影剤量も増えるし、あんまり、じゃあアイバスでやっときゃよかったなってことになるかなと思うんですけども、じゃあスライドに戻していただけますか。じゃあこの全然見えなかったっていうのをなくすための Tips としてどういうのがあるか。この2つだと思って、まず1つなんですけども、OCT の過程を持っていくと、まず奥までしっかり持っていくということを心がけています。これどういうことかというと、作用、反作用というもので、何か物を押せばですね、何かは、押し返されるという原理が働くと思いますけども、OCT 過程をですね、手前までしか持っていかなくて、最後見ようと思って、あ、ちょっと手前だったなということで押した場合っていうのは、当然ガイディング過程には、押し返される力が働くと。逆に OCT 過程を引けばですね、ガイドはちょっと引くと。OCT 過程の抵抗はすごい少ないので微々たるもんではあるんですけども、そういった力が生じます。ですのでやっぱり奥まで持っていって、奥すぎるなと思ったら引いて位置づけをするということをすることで、あと断線も減らせますけども、そうやって位置づけをすることで最後にですね、ガイドがちょっと外れるということを防ぐことができます。で、最後に、プルバックする直前にですね、やっぱりテストショットちょろっと造影剤を打ってガイドがちゃんと入っているということを確認する。この2つを徹底するだけでだいぶ変わってくると思ってます。これですね、OCT 撮ってますけども、これは当院の5年目の、先週医の S 先生がやってるんですけども、うちの5年目3人です、全員 S 先生なんですけども、そのうちの1人がやってますけども、こういったですね、全然見えなかったっていうことになってます。で、これ、高レジで見ていただいたら分かるんですけども、AP クラニアルでやってますよね。そもそもクラニアルって、ガイドの入り方が分からない中で、慣れてない人がやってしまうと、やっぱりこういった造影になってしまう。ここでですね、スタッフの S 先生に代わったら、このように、ちゃんとビューも変えて、ガイドのエンゲージもちゃんと確認すると。実際、造影剤の使用量もうち記録してるんですけど、先ほどの失敗のやつは 9cc 使ってるんですけども、これは 4cc で終わってと。造影材料は半分になって、ちゃんと画像が見えなかったのが見えると。こういった失敗を防げると。この2つをしっかり徹底すると。これもですね、もう一例ですけども、こういった病変、シンプルな病変かと思います。これも、5年目の S 先生、別の S 先生にやってもらってますけども、ちゃんと奥までガイドを持っていってですね、持っていって引いてきて、チラッとして OK なんですけど、この最後、キュッとガイドが外れたんですね。ここに気づかずに、このままやっちゃった。ちょっとガイドを押したのか分かりませんけど、呼吸か分かりませんけども、忘れたの、こういう状況でやると全く見えないと。ここでアシストをしてました。僕変わってやると、しっかりガイドを入れて取ればこうやって見えるということになります。なので、こういったティップスをしっかりですね、遵守することでこういった失敗を防げると。別にこれは、若手医師ばっかりではなくてですね、ベテランでもやっぱこういう失敗を犯してですね、これは、昔からいつも出してて、あれ申し訳ないです。うちの指定先生が2012年にされた PCI、僕はサブで、横でアシストをしてまして、指定先生もこの ダイアゴナルを登録してガイドが外れたのを気づかずにですね、OCT をしたと。で、全然見えなかった。もうガイドをほんとちょっと押すだけで綺麗に見えるようになるということになります。なのでやっぱりこういった、これも2012年ですね、めったにないことではありますけども、昔はこういう失敗も我々もしてました。で、実際じゃあどれぐらいうちの病院で失敗してたのかっていうのをちょっとデータを見てみたんですけども、当院でのこれプルバック数なんですけども、年間だいたい2000から3000プルバックOCTしてるんですけども、このうちね、全然見えなかった数で実はこれぐらいしかないんです。
1から 4% ぐらいっていうことなので、やっぱりちゃんとこういうことを遵守していれば、あのほとんどの症例がある程度ちゃんと見えるっていうことが分かりますので、ぜひこの2点奥までちゃんと持っていって位置づけするということで、最後本当に造影剤もったいないなと思いながら、本当に 1cc、0.5cc で構いませんので、チラッと見るという努力、あのことを忘れずにしていただければ、全く見えなかったっていうことが防げると思っております。なのでまあ経験と失敗でこういった失敗ですね、まあ、あの見えなかったっていう失敗は減らせると思っております。次にこの1回に使用する造影剤量を減らすと、この tips としては、1つは必要最小限の注入速度、必要最小限の観察範囲、そしてガイドエクステンションの使用、この3点かと思います。まず注入速度ですけども、オートインジェクターを使われている施設ですけども、設定毎回同じにしてませんか？やはりですね、ガイドの入り方であるとか血管の大きさによって結構ボリュームって下げれます。だいたい 3.0、3.5 っていうところがデフォルトかと思いますけども、ガイドの入り方がいい場合では 2.0 が 1.5 とかで見える場合っていうのは結構ありますので、まあそういったことをですね、プルバックごとでですね、工夫しながら量を減らしていっていただけたらなと思います。マニュアルインジェクションでされている施設の方に関してはですね、このバックフローって見られてますかね、まあその時は見れないし、まあ後でですね、自分の PC を振り返るときにバックフローを見る癖をつけていただければなと思います。まあ、これ僕自身でやったものなんですけど、結構バックフローがあるんですよ。これもかなり無駄な造影材料を打ってるということがわかります。これも別の症例で僕やってるんです。これほとんどあの入ってない。この CKD がある方だったので、かなり気を使って OCT やってます。ガイドエクステンションも使ってますけども、これ実際造影剤使っている量は 1cc ぐらいでこれができてます。で、実際撮れてる画像、非常にクリアな画像が撮れてますので、やっぱりまあ、無駄にですね、たくさん、まあ、ガイドの径が大きいとですね、ビュッと打てたんですけども、そこを、しっかりと必要最小限のフローで抑えてるかっていうことを意識しながらやるってことが減らすコツかと思います。次にこの必要最小限の観察範囲ですけども、まあ、アイバスガイドを僕も習ったお作法としてはですね、アイバスを引くときっていうのは必ず奥まで持っていって、ガイディングカテーテルをちゃんとコロナリから外して、で、ちゃんと奥から入口部まで大動脈までをしっかりちゃんと見ましょうというのがアイバスのお作法かと思います。で、まあ、当然これは必要なことではあるんですけども、 OCT に関してはですね、これをそのままやってしまうとやっぱりどうしても造影剤使ってしまうと。で、いろんなタイミングで OCT する方も治療前、全角超骨転とかもいろんなタイミングですると思うんですけども、この、まあ、最初と最後に関してはやっぱりできるだけ見るっていうのは一つ大事なことかと思うんですけども、その間ですね、例えばバルーンをかけた後であれば、そのバルーンをかけた前後プラス1センチぐらいを見れれば、あとは必ずしも見る必要はないですし、リクロス後なんていうのはステント全部見る必要もないですので、タイミングごとでここを見ようということを考えて、そこだけを見ると。で、必要なところをスキャンし終わったらもう造影剤を打つのをやめるということを心がけることで、造影剤量というのは減らせるかなと思います。3つ目、ガイドエクステンションの使用。これ一例ですけども、まあ、サーカムの、リス線に対して OCT をして、まあ、特に普通にガイドもエンゲージ的にちゃんと見えていると思います。OCT の画像も、まあ、ギラつきはちょっと気にはなるんですけども、まあ、まあちゃんと撮れているかなと思います。この症例は、まあ、DCB を塗るために、ガイドエクステンションを使いましたので、ここにガイドエクステンションが入っていると。で、ファイナルはこれを使ってやってますけども、やっぱり造影見ていただくと、もう造影剤がですね、もうサーカムに選択的に入っています。で、OCT の画像、これ造影剤量も減ってますけども、非常にクリアな画像になっているのが見ていただけるかなと思います。まあ、そのためだけに出すにしては非常に高価なデバイスにはなりますけども、別の用途で PCI の過程でガイドエクステンションが必要になった場合っていうのはですね、それを OCT にも使うということで造影材料が減らせるかと思います。当院での解析結果、臨床効果技師の明石さんがですね、以前発表したものですけども、ガイドエクステンションを使った症例と使ってない症例でプルバックごとの使用造影材料を比較してますけども、平均で 2cc 造影材料が減るということになります。